はい、えー、それでは始めていきたいと思います、えー、皆さんこんにちは、えー、これでパフトローラー講座卓一線民法の第一回目前半の講義を担当根本の方で始めてまいります狙うは午前三十午後三十枠ずれはしない全部書き切るこれを一年間で成し遂げていきましょうよろしくお願いします、えー、本日テキストの方は一文冊目の方を使っていきますテキストパラパラめくっていってください どのページでも構いません、えー、テキスト、民法に関しては条文ベースで作られています。で、条文、ところどころに穴が開いているのに気づくでしょうか。穴が開いてあって、その下のところに1、にと穴開き問題みたいになっております。また、その条文の下のところどころに表があったりもいたします。特にこの条文の穴開きについては、つどつどちょっと宣言してくれということを言うつもりです。 え今回、版書が1枚あると思いますので、なんかその条文のところ、宣言してくれっていうときに、こういうふうに隠してできるような感じで、ぜひ、版書、なんでもかまいませんので、紙を1枚用意しててください。じゃあ、ちょっと早速なんですが、まずあ、版書のほう、1枚出てると思いますが、2ページのほうを開けてください。 はじ、えー、めにというところで、えー、対象基準点付近の方、基準点付近以上の方を対象にする講座になっています。でまず皆さんにおめすめなのはこちら民法の傾向こちらの変化というのを一覧確認させてほしいんです。一普通低等が今一問しか出ませんよと今年は普通低等一、値低等一です。低等に力入れすぎちゃまずいんですね。 でそれと変わっているようなのが2法定担保物件7件です法定担保物件留置権先取権。二22年からほぼ毎年どっちか来ています7件に関しては平成5年以降毎年来ています3債権格論はまんべんなくやること不当利得組合 とにかく、ね、細かいところまで出てきます4裁判所への申し立て人これがね最近出るようになってたんですよ誰が申し立てをするかというところで本日も出てきますのでポイントポイントのところはぜひ掴んでいってくださいで特に検察官が出てきた時に意識して検察官が出た時に意識してくださいで5 みなすと推定の引っ掛け、みなすばつ推定だっていう引っ掛け。で、六条文問題がここ最近多いんです。で、事例問題であれば、論点がそこだってわかりますので、丸ばっていきやすいんです。ですが、条文そのまま貼り付けられるとね。条文読んでる人は、あ、これだっていけるんです。でも、読んでない人にとっては、なんかこれ細かいところで引っ掛けてんじゃないか。 って疑っちゃうんですよ普段から昔からこの結果は若干あったんですがここ2年特にこの結果が強くなったということもあってこれ条文の穴あき問題化にしましたぜひこの条文の穴あき問題をやりながらこの対策を立って,ていきましょうで、7この時また言いましょう貢献の問題がとにかく増えていると でそのした復習の仕方についてはまたねえ最後の最後の方で説明をしようと思います。なのでもう早速ですが講義の方に入っていこうと思います。で本日の方は民法の総則の部分の大部分の方を見ていこうと思います、えっと。気持ち的には自分で分かるところは説明しないこのテキストの中で自分で学習しにくいところそこをピンポイントピンポイントについていきます。 債権の方になっったらね、ちょっとね、土台ゼロ部分から説明するところがありますが、総則物件に関しては、まあ多分皆さんゼロから説明されるよりも上の方だけ説明してもいけると思いますので、分かりづらいところを中心に説明してきます。なんで、どうしても話がぶつ切れになっていくこと、あとページが結構進んでしまうこと、その点だけご了承ください。民法の条文の方は1ページから1条から始まっていきます。ちょっとパラパラめくっていきまして、4ページの方まで行ってください。 いわゆるここからは行為能力の問題です。第五条の条文の下隠して宣言してみて、どうぞ。一言一句同じ必要ないからね。一言一句同じ必要ないよ。大体こんな感じかなっていうのが言えるかどうか。 うん、じゃあね、下のね、パート1、2、3のところ、穴埋めるところでやっていくよ。じゃあ2と3。目的を定めて、3は目的を定めないで、具体例でやっていませんお小遣い、学費。学費として、目的を定めてが丸に。学費として渡した場合。学費として渡した場合がこの目的を定めて。お小遣いとして渡す。お小遣いとして渡す。何を使うかということを決めていない。これが3。 よしで、ちょっと細かくやりたいのがね、丸1の単に権利を得、義務を免れる行為というところです。この単にっていうのは、ただっていうふうに置き換えるんです、ただ。権利を得るだけ、義務はなくなるだけ。権利を得るだけ、義務がなくなるだけ。売買契約ってこれに当たらない。買うと所有権が来るけど、債務を負う。 所有権は来るけど債務を負う権利を得るだけじゃない義務を負っちゃうからねちょっとこれ右のページの方いけそう右のページの図表6未成年の法律行為丸未成年が単独で成し得る罰法定代理の同意を要する 一、負担のない贈与の受託権利を得るだけ権利を得るだけ2債務免除を受けること債務免除を受けること義務がなくなるだけ義務がなくなるだけじゃあむしろ101112。10 11 12 10、11、12、さっきツになってますけね、10、11、12、ツだからね、なんでか確認してて、よ、まず10、相続の承認と放棄、権利は来るけど、義務も来るよね、権利は来るけど、義務も来ちゃうよね。11、負担付き贈与を受ける。これは 負担付きってところ、権利を得るだけじゃない、負担が来ちゃう、権利を得るだけじゃない、負担が来ちゃう。はいで、引っかかりやすいのが12です、債務の弁済を受ける。あの100万債券を持っている、向こうが100万持ってきた。 100万債権持ってる。100万向こうは持ってきた。受け取る。これ、権利を得るだけじゃないんですよ。今回ね、100万債権持っている、お金が入ってくる、受け取る、矢印が消える。中の5見てやって。債務の弁済を受けること、中の後。利益を受け、土人、債権を失うことになると。 このように当てはめは、権利を得るだけ、義務を,義務を失うだけに当てはめのね権利を得るだけ、義務を失うだけに当てはめるってことね。この結論の丸抜を覚えるのは無駄だからね。そういう学習やめてくださいね。いけそうかな。じゃあ次、第六条を隠してやってみて。 はい、でまず、えー、と1番1種または数種2番が成年者と同一の行為能力を有するちょっと先ぱっとで同一の行為能力を有するこれだけ能力を認めてるんですよ他と違って能力を認めるって言ってるのだからこれね訴訟能力も認められますこれだけ能力を認めるって言い方をしてるからね で丸三のとこですが聞いてください太郎なんでお父ちゃん八百屋やってみろやってみる八百屋八百屋八百屋太郎今月どうなったの？赤字が三百万太郎お前もうダメだめだこれで主語わかりますね主語は法廷代理人がもうお前やめろ法廷代理人が思うお前やめろと 多分悩んだのが1番なんですよ 1, 番丸1のね一種または数種って書いてるこれどういうことと人の図表7見てもらえる文具商を営業することを許可する一種です一種文具商とタバコ賞とを営業することを許すこれが数種これが数種です ちなみにあの民法の学者の文献から持ってきたんですけど未成年にたばこをしようっていいんだろうかと。<laughs> そこは置いとこうそれは置いといてくれそこは論点じゃないから。で見てほしいのが、えー、と次一切の営業を許すこれはダメまた下文具中の〇〇を売ることのみ許可する一種の一部の許可これもダメいらっしゃいませ。 野菜野菜何人参あ分かりましたどうぞ人参どうぞ。キャベツちょっと待ってください。父さんキャベツどうちょっと待ってくださいね。あわ分かりました。売れないって。じゃあ次のにえ白菜。ちょっと待って白菜待って。客が迷惑します。客が迷惑する。ということでこれ一部だけにすると相手の迷惑になると相手の迷惑になるよということそのあたりを押さえてください。 はい、じゃあ今度はページは6ページの方まで行きましょうかちょっとね角度変えて申し訳ない人差し指で構いませんえっ、ー、とね図表8の右側の丸×隠してみて図表8の右側の丸×隠してみてはい丸×宣言してみて えっとこれ職権でのイメージはわからない方こう思って民事訴訟にもつながります職権で申し立てもないのに申し立てもないのにって意味ですはいそこの君はいうーん自理弁識能力僕多分ないねじゃあおいでえななんで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 んでなんでひどくね 一方、あ、すみません、おじいさんの方ちょっと貢献にお願いします。はい、わかりました。はい、貢献開始。あ、ありがとうございます。あの、すみません。せね貢献人は。頼みました。いやいやいや、いやいやいや、だっとお願いします貢献人選んでって言った。いや、言ってはいませんけど。これもひどくない。あの、貢献解消しておいて、貢献に選ばないって意味がないでしょ だからこの「丸の2」は職権で選ぶ職権で選ぶこれはいいんですよ。そして一番下貢献解消審判の取り消しを職権で行うこれもダメ結局始めるとやめる始めるとやめるは申し立てがいる始めるとやめるは申し立てがいるってことなのね。 よろししいでしょうかこんなふうにねこの、えー、と行為能力って結構論点がちょっとずつ広がってるんですよ。でちょっとずつ広がってるんだけど従来型の論点をやらないとこれ広がったところ対応できなくなります。で当時は広がったところができなくても答えられたんです。ですがその後この後は分かりませんよ。なんでこうやって広がったところ指摘しますのでちゃんと押さえててください。はい、でちょっとこれで厄介な論点に行きましょう。 7ページ、え、これ軽く見てみて、13条。これ7ページの13条って意味はどういうのどういうことお三人同意がいる行為ってやつよね。で、これね、13条、最近細かく出たんだけど、条文一個一個読んでも頭に入んないから、ちょっと表を使おう。ページめくってください。8ページ。 でねこの図表中の該当性このバ×を毎回見てって該当性バ×を毎回見てってで丸っていうのが同意がいる×はいらない書いてね×はいらない丸はいる丸は同意がいるよ×は同意なしでやっていいよ でまず、補佐人の方向性だけ、補佐人の知識の方向性だけ入れておいてください非補佐のえ非補佐の。非補佐の知識の方向性としては、管理はできる、処分はだめ、管理はできる、処分はだめ。 よし、じゃあ具体例の方、ちょっと書きましょう。まずは上2つ。利息を受け取る、賃料を受け取る。はい。これ自体、利息を受け取る、賃料を受け取る。これは OK なんです。ただ、これ左側ね、ちょっとこれマークできる同意がいる要件は、元本を受け取る。元本を受け取る。これは同意がいると言っての。元本の受け取りは同意がいるての。 わわざわざ元本って言ってることはそれ以外は同意はいらないってことだね角度で趣旨で言うと大きな金額になる大きな金額になる元本の受け取りは勝手にやらせない少額になるようなものは勝手にやってよい少額になる内容は勝手にやってよいと大きな金額のものは勝手にやらせない 小さい金額になるようなものはオッケーだよと。次、丸の二、借財または保証すること。金銭を借りたり、他人の債務を保証すること。具体例、時効の利益の放棄。 これは同意がいります。時効えそした。時効完成後の債務の承認、これも同意がいります。両方とも払うはめになるんです。払うはめになっちゃうんです。特に、時効完成後の債務の承認をすると、払わなくていいものは払うはめになります。払わなくていいものは払うはめになります。新たな借り入れと変わらないんです。新たな借り入れと変わらない。 次、三、不動産相談の財産に関する権利の特兆を目的する行為をする。特に不動産って意識して、不動産。く具体例。抵当を設定する。抵当は対象不動産だけね。抵当の対象は不動産だけだからね。土地の賃貸の合意解除。これも同意が必要になります。 じゃあ次、丸四、訴訟行為をする。訴訟行為をして負ければ、規範力を食らいます。訴訟行為をして負ければ、規範力を受けます。財産の処分になっちゃうんです。自分の財産の処分になっちゃうんです。右側。 相手の提起した訴えについて、行為えー、訴訟行為,をする、えー、行為をする、これは同意はいりません。ちょっとこれ、強調するところを線パ張っておきますね。色つけたほうがいいか、こっちの方がいいか。訴訟行為をすること、すること。ってことは、裏を返せば、こちら。 受ける受けるというのは対象がないんですよ。するっていうのが同意がいる。受けるは同意はいらない。受けるは同意がいらないと。同じことをもう一回言わせてください。丸ご全部横読んでバツまで確認して。贈与することは財産処分ですが。 贈与を受けること受けることは自分の財産処分じゃないよね満六相続承認放棄または遺産分割をする単純承認丸限定承認丸よ危なかったら言いといてこれは相続分の処分になります相続分の処分になる 次9番,あ 9, え9番、民法600人の短期賃貸借を超える賃貸を経営締結する。あのね、短い期間であれば管理扱いなんです。短い期間は管理扱いなんです。で、それを超えるときは同意がいる。短い期間はえ管理扱い。だから横、600人の期間を超えない賃貸であれば OK よと。なので 数字は覚えてください。短期賃貸の数字は覚えてください。九番の下、三零十土地が五、建物が三、道産が六。で、私受験生の時にこう覚えました。十五三六、当五サブ六三。五郎じゃないからな。単純なんかね言い間違いにですよ。当五サブ六と。 って言ったらね、最後6ヶ月ね。最後それ6ヶ月だからね。と、はい、いうところでこの、えー、と13条については積極的に条文で覚えるというよりもこういう具体例の丸ツがついているものを使って頭を使いながら毎回読んでください。13条が頭から覚えるじゃなくてこの丸ツを意識することそういう学習をしてください。 いけそうかな。うん。じゃあ今度はね、十ページ十九条を隠してみて、十ページ十九条を隠してみて。 でこれは趣旨を読んでいきましょう。その下、11条たし書き、15条1個たし書きと,ともに、本条は成年後見、補佐、補助の制度が、定職直後です、重複しないように配慮したもの、重複しないように、貢献かつ補佐はだめ、補佐かつ補助もだめ、貢献かつ補助もだめ、かぶらないようにしてるんです、ちょっと条文当たりましょう。11条正し書き 7ページの方を見てくださいちょっと読んでみて7ページの方の11じを読んでみていけたかな 7条に規定する原因があるものについてはこの限りでない趣旨はこれは貢献を選びなさいってこと貢献を選びなさいってことね補佐ではなく貢献を選びなさいってことねあの自理便識を書いているってことは不十分はもう超えてますよね自理便識を書いているのは不十分は超えてます不十分な要件はクリアしてるけど貢献の方を選んでってこと。 はい、同じように15条1項の丸1の方を読んでみて15条1項のを読んでみて15条1項を読んでみて。 でこでれ7条が貢献11が補佐です。7条が11が貢献補佐です。それに当たってる人はダメだよとそっちを使ってねってことね。はい、では最後12ページの方を開けてください。 貢献、補佐、補助の比較。えこちら、審判、請求権者とあります。請求権者、ざっくりは言えるようにして。請求権者、ざっくりは言えるようにして。ちょっと画面を使わせてください。うまく皆さん、線を引いてもらっていいかな。ここで一つのグループ。 ここで一つのグループと三つのグループに分けてくださいでね、三つのグループ分ければあと全部同じだからどれか一個だけやればいい うん、じゃあね補佐の方で見ようか補佐の方で。いくよ。まず初めのグループ本人配偶者4親等の親族まず誰が請求できるかまずはとりあえず本人は一応建て前,前上できるです。ですがこれ例えば公権だったら状況を自理弁識能力書いてるのね裁判所行けるかどうかも怪しいんだ。 だから奥さんも行けるようにしている。一応確認ね。旦那70だと奥さん何歳ぐらい加藤のチャーベスとして。旦那70だと大体奥さんもそれぐらいですよね。奥さんも怪しいんだ。ってことで周りの家族ができるようにしている。 でこの数字は覚えて四神頭親族は覚えてめったにないから四神頭っていうのはこの試験での値段めったにないめったにないから覚えちゃって四神頭で自分から四神頭考えてごらんかなり広いんだよこれ相当広いのねだから本当に身内の誰かで行ける人があったら行ってもらいたい身内の誰かで行ける人があったら行ってもらいたいっていう人なんですね この3人、今ち頭の中で繰り返しちゃって、これ。本人、配偶者、4親との親族、一応、建前上、本人、えー、多分だめだから奥さんで、年齢だから多分周りの家族と。で、周りの家族も4親との親族ということまで覚えてくださいね。で、次。ちょっと早いかな。うん、ここ。 これねこれなんだけどこれなんだけどね状況あもう少しアップするよアップするよアップするよ。これね状況は今貢献です今貢献今貢献で少し病気が良くなって補佐に切り替える今貢献でちょっと病気が良くなって補佐に切り替える で、この下逆ね。今補助でちょっと病状が悪くなって補佐に上げると。病状が悪化して補佐に上げるとその場合は今面倒を見ている人がやるべき今面倒を見ている人がやるべきだよねと。 ありがとうございます。で、最後、ここ、検察官、オッケーです。検察官、公益の代表、公益の代表として動く公務員です。公益の代表として動く公務員です。 え何かの新聞記事で見たことがありまして、えー、と80過ぎたね、おじいさんの方がある養護施設の前にね、1人ポツンと座ってたんですね。で、ポツンと座っていて、その横にはね、カバンがあって、そのカバンの中には現んがいっぱい入ってるんですよ。で、中、いろいろ調べたところ、そのおじいさん、名前が分かるものは全くありません。で、おじいさんにお名前はと言っても全く分かりません。おそらく、十中八九、あんまりこの言葉は使えいていないけど、うばす山。おそらく家族の方がお金を置いて、養護施設の前に置いてたっぽいんですよ。 で問題は、養護施設の方、そのほかに使えないんですね、他人だから。ってなると、もうこれは後見、補佐、補助を選ぶしかないんだけど、本人無理、配偶者分かんない、四親党も分かりゃしない。なので、公益の代表である検察官が、検察官が代わりにやってあげると。特にこの徘徊等により、自分の名前が分からないということに備えて、検察官というのを置いていると。 聞いたことがあります、はい、では、ちょっと次は広く見ていきます、広く。えっと、見る点は、本人の同意がいるかという点です。 本人の同意、貢献は本人の同意、いりません。すみません、確認ね、あの貢献の状況を言ってください。同意が取れると思いますか?。同意がもらえると思いますか?。でもね、同意は無理ってこと。一方、逆に補助、補助は同意がいる。 で、補助に関してはちょっと広くなってごめんね見づらくて補助に関してはとかく同意がいります。補助に関しては何するにも同意がいりますあの知り合いに言わせるとこれがね補助のもう最大の障害だと言ってました何するにも本人の OK がいるとでわしはまだできるわしはまだできると。わしをバカにするなとって言っていてこれがとにかく障害だというんですだからなんか ちょっとこれあんまり言い方ないんだけどね今なら補助だけど多分同意が取れないからもう1年待って補佐でどうします補佐にしませんとっていうのを聞いたことがあります一方補佐はどうかというと補佐は始めるところは同意はいりませんただ 代理権付与は必要代理権付与は必要あの代理権付与されると自分のことを他人が勝手にやってしまう自分のことを他人が勝手にやることになります自分の財産が奪われる自分の権利侵害なので代理権付与は一律いる代理権付与は一律いる もう一度、いろよか代理権付与は一律いるというふうに覚えておくといいと思います。代理権付与は一律いる、補助は一律いる、代理権扶助は一律いるって覚えておくと、えー、固まりやすいと思います。 よろしいでしょうかね補助は一律いるえ補助は一律いる代理権付与は一律いるって覚えておくといいでしょうよろしいでしょうかあちなみに言ってくの忘れてましたあの私これ色分けるときは色分けた理由はあります こここの色とこの色色ととでで違ううからねとっていうことで分けますただあの先生黄色をつける特徴と青をつける特徴ありますかって言ったらごめん勘です。なんであの私が黄色を使ってるから黄色を使った方がいいとかそういうの全くありません。色を分けた時だけねなんか分けたいんだってことは分かればいいです。なあの黄色とか全部いあの何色用意すればいいですか大体三3色。3色いっても3色です。なのであんまりそこはあの強調しあの、えー、強調しすぎないでください。じゃあこの一番下。 あまりこの観点で勉強した方がいないそうなんですが全管注意義務人の財産を持っている人には注意義務が課せられます人の財産を持っている人には注意義務が課せられますで、基本は全管注意義務です自己の財産における同一の注意義務それをむしろ覚えるべきですだから人の財産を管理したら全管注意とまずそこはもう一つの公式と思ってください その財産を管理したら全管注意義務と。はい。でその財産管理はあくまでもまた早いかな。財産管理というのはあくまでも 代理権があるときの話なんです。財産管理はあくまでも代理権があるときの話なんです。えっと、後見は当然代理権があるよね。補佐と補助はある場合とない場合があるね。 はい、ありがとうございます。以上で高え高、ー、意、えー、能力関係ここまでにしましょう。十三ページに進んでください。えっ、ー、とね、二十五条を隠してやってみて、二十五条隠してやってみて、どうぞ。 ははいではまず一、これ、検察官が入ります財産を管理する人がいない、無人の家、無人のビル、財産がだんだん朽ちていきます。国家としても止めたいんです。国家としても財産が腐敗するのは止めたい。国家としても財産が腐敗するのは止めたい。 でちょっとそれ抑えながら、今の条文に抑えながら、えっとね16ページの30条1項と比べて、16ページの30条1項と比べて、読み上げます、16ページ30条。不在者の生死は7年間明らかになるときは、家庭裁判所は利害関係の請求により失踪の宣告をすることができる、検察官という字が入ってない。 検察官という字が入ってない。家族は生きていると信じてるんです。利害関係に大体家族と思ってください。にもかかわらず、国家が勝手に失踪宣告で死んだとするのは残った家族に迷惑です。勝手にやるのは信じてる家族に迷惑です。 じゃあ、そこまでいけたら、ね、13ページの方まで戻りましょう。ちょっと待ちましょうか。で、この2項なんですけどね、2項なんですが、えっと、本人が管理人を置いたと、ちょっとこれ画面出しますか。えっと、繊維かどうか任せます。 本人が管理人を置いたと。で、通常、まあ、この必要な処分、1個の必要な処分、1個の必要な処分っていうのは、まあ、通常は財産管理人を置くこと、通常は財産管理人を置くことです。ちょっともう一回ね、えっと、私がどっか行っちゃいましたと。で、誰かが、えっと、裁判所の方が管理人を選びました たら私は実は遠いところからねああ悪いちょっと俺の財産管理やってもらえるから預金とこれとこれと暗証番号これだからって言って本人が選んだ管理人が来たんです。勝手に選ばれた管理人本人が選んだ管理人どっちが優先するかって言ったらこっちですよね。本人の意思を優先本人の意思を優先させる,本人,させる本人の意思を優先させると。 本人の意思を優先させるってことで結論は「取り消さなければならない」になるんですがつまりこれ裏返せば取り消す行為がいるってことなね。ページめくって14ページ。えっと上の方にね、えっと、28の4の2っていう下に28の4の3っていうのはあるからその結論ちょっと確認して読みましょう。 家庭裁判所が管理人を選任した後、不在者が従来の住所において自ら管理人を置いた時は家庭裁判所が選任した管理人はその権限を失う罰です取り消し行為が必要自動的には失わない取り消し行為が必要自動的には失いません 取で、ね、これ趣旨を言うと趣旨を言うとね,あのね自動的に権限が失うになっちゃうといつからがこの管理の権限でいつからが新しい人の権限かが曖昧になる権限の境目が曖昧になるので日付をはっきりさせたい権限のの境目が曖昧になるので日付をはっきりさせたいそう考えてください。 よし、いけそうかなじゃあ今度はね、二十六条を隠してみてえっとね、まずこれ条文の解任手字が通常の商業の解任と違うのわかる 改めて人ずるって書いてあるの。改めて人ずる。切り替えるってこと。人を変えるってこと。切り替えるってことだね。はい。で、どんなときかというと、それは生死が明らかでないと。趣旨を見ましょう。 不在者が正死不明になった場合、管理に対して不在者が監督しえず、管理が嫉妬になる可能性があるため。ここです。監督しえずってとこです。プルプル。あ、はい、根本です。あ、ちゃんとやってます。あ、ちゃんとあそこも行きました。はい、信じてください。うぜえ。ぷるはい、やってます。あそこの銀行に行ってます。わかってます。うぜえな、つくしょ最近かかってこねえな。<laughs> 最近連絡くんいなまあちょっとこんぐらい取ってもいい生死が不明監督が甘くなる生死が不明監督が甘くなるで本試験はこの生死が不明の要件をしっかり聞いてますあのね 生死が不明という要件だけ意識して、下の22年の問題をやってみて。 この解任の論点が出た場合、この生死が不明というところをぜひ見抜いてください。では、できないと思う27十やってみて、多分できない、多分できない。 財産の目録、財産一覧表これからこれを管理しますよとこれからこれを管理しますよっていう一覧表を作る必要があるんです。これからこれを管理しますよっていう一覧表を作るんです。でちょっとこれ条文番号を書きますね。 他の例として853これ貢献です853貢献です924限定承認です924限定承認1011遺言執行者1011遺言執行者 あのね、この点はね、裁判所が選ぶ管理人って、裁判所が選ぶ系って、初めにね、目録を作らせることが多いんです。初めに目録を作らせることが多いんですよ。 よろしいでしょうかねでもう一個裁判所が選ぶ系でもう一個言いたいんですが右のページ29条を隠してやってみて29条を隠してやってみて で、これも似た条文が八百六十二、似た条文が八百六十二貢献です。で、裁判所が選ぶ系、裁判所が選ぶ系の、え、選ぶ系は報酬は任位、裁判所が選ぶ系は報酬が任位の傾向は強いです。裁判所が選ぶ系、報酬が任位のことが多いです。 裁判所が選ぶ関係、報酬が任意のことが多い。えちなみになんでこんなマニアックな条文みたいなものを出すのかといいますとこれ先ほど傾向の変化1個飛ばしたんですよ。 番称の方ねこの部分かな公権の条文問題とあのもし過去問集をお持ちの方あの貢献が最近どんだけ出てるか見てくださいとにかく多いんですよえー、数年前なんですが司法書士の規則改正をして司法書士法の規則改正をして司法書士は一般的な財産管理ができるっていう条文を規則に入れたんです でその条文を入れる前後あたりからとにかく貢献財産管理のルールはとにかく細かく聞くようになったんです。なので、ね、ちょっと今回ねあの横断整理というかいう形で管理人関係は細かく見た方がいいと思い条文等を指摘させてもらいました。 はい、いととうこで以上のところで、えー、不在者関係はこのあたりにいたしましょう。1時間ぐらい経ちましたので、ちょっと軽い休憩にしましょうか。大体いい1時間おきいにちょっと軽い休憩を取ろうと思います。首を回す、手を揉む、足を揉むなど、なんかいろいろやってください。1時間ごとにやっていますので。なかなか1時間ずっと休憩する、あの1時間半の勉強ってなかなか難しいです。というか、よくついてこれますね。<laughs> あのー 本試験終わって多分多くの方っていうのが久々の勉強だな今日はいう能力とか失踪全部7年とか1年とかやるんじゃねえかなとやりませんね <laughs>、うん、だってそれ自分でできるもんなんで自分でやりづらいところを中心にやっていきますなんでちょっと初めの時はうーってなるかもしれませんがお付き合いくださいで逆に債券とか債券とかでもうもっともっと皆さんこれ弱いよねってところに関しては必ずゼロベースから説明します 皆さんが大体知識を持っているところについては、そういうのではなくて、ね、ゼロベースの,あのないところはゼロベースから説明しますので、ご安心ください。はい、でページの方でいうと,、えっと、パラパラめくっていきまして、20ページ。あ、えっと後でも言いますが、20ページ、21ページ、全く条文穴開き問題ないと思いますす全全くくくくこの辺りは読読ままななてて結結構構でです。 二十と二十一は全く触れなくていいです。二十二、二十三、えっ、ー、と権利能力なく者団、これも平成十六年止まってます。平成十六年止まってますのでお任せします。であの C って言うと。 23ページ一番上図表19一応確認だけしまっていいこれはわかると思うんだよ図表19丸つ確認して誰名義で登記できるかと「権能なき社団名義は肩書きでもダメですよ」と「権能なき社団名義は肩書き付きでもダメですよ」と。 こ24、25。で、24ページに、えー、と下のえあに、24ページ、ここからが物の規定になります。で、図表21、動産と不動産の違い、これは後回しにしてください。 後回しにしてください。えっと民法のいろんなところの横断整理が入っちゃうので、結構はまりますこれ。作っておいたんですけど、結構はまります。一応確認を一つ上部にいきましょう。右のページ87条を隠してみて。 従物は主物の処分に従う。主物と同じ法律運命にさせる。主物と同じ法律運命にさせると。主物を買ったら従物も買ったと扱う。主物を買ったら従物も買ったと扱う。あ、すみません。そのボールペンください。あ、ありがとうございます。キャップがついてねえぞ。 どういういことだキャップはどう,いうことなんだお客さんボールペンで言いましたよねいやいやいや言ったけどさ言わずともキャップも売った言わずともキャップを売ったちょっとそれを細かくやっていきましょうその下の方に表があります状況と処理っていうところを見ていきましょうちょっと画面の方にも出しますね 債権に権権を設定する債権が主で利息が10債権が主で利息が10。ってことで結論見てあって処理見て。七権の効力は利息債権にも行くよねと。次。 建物借地上に所有する建物の所有権に抵当権が設定された。これ「建物が主」で借地権が10借地権が10。抵当の効力は借地権にも及ぶと。 次債務者である土地の賃借人がその所有地上の所有建物に上担保を設定した場合これも同じように建物が主で借地という権利土地の権利が10譲渡担保を主にする譲渡担保を主にすれば10にも譲渡担保の効力が及ぶと10にも及ぶと。 はい、ししましょう。ではちょっと下の条文読ませてください。えー、88条、天然果果実実。と法定果実1個物の養法に従い周知する産出物を天然果実という産出ってところね生まれると勝手に生まれると果実まさに皆さんが持ってる果実のイメージ。 2項、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物をえ法定果実という使用の対価使用の対価、一般的には賃料とかですね賃料、地代。で89条に行く前に89条はね所有者が変わった場合。 果実は誰がが取取るる所有者が取ると途中で所有者が変わったら途中で所有者が変わったら誰が取るっていう条文なんですよ。ちょっと想像してみて隠して丸0 1 0 2天然法廷どっちが入るか考えてみて。 あその賃貸物件あの、半月があなたで半月は私と。だから賃料は,は20万なんで半々ですね。あそうしましょうか。できた大根ですけど、えっと、半分が、えっと、あなたの時で半分が私ですね。じゃあ半分で切りましょうバカか。ばがかってことでえ、2番が法定果実、1番は天然果実ってとこね。よろしいでしょうか。で、下の図表22。これはね。 果実を収集する人どんな人が果実収集する権利を持っているのだどういう人が果実を収集する権利があるの左がある人右がない人ちょっとない人眺めてみてない人知恵権者通れるだけだからね。 知賢者通れるだけ見れるだけ抵当賢者は基本専有に口が出せないちょっと早くてごめんね中の2も確認していける場合もあるよ3番4番受任者受記者 あーすいませんあの、預かってるものですからあの卵なんですよ食べていいですかだめだよねこれはダメだめだ食べちゃいけないちなみにあの受任者と事務管理の違いってわかる受任者は頼んだ人ね事務管理は勝手にやってる人ねじゃあもうわかるでしょあの受任者がないんだったら事務管理もそれはだめでしょ受任者がだめなら事務管理もさらだめだよね 細かいんですが、右の留置権旧中。字型留置権留置権はこちら留置権と動産試験弁済を充当するため、果実を収集することができるという条文があります。弁済に当てることができるというのがありますので、これは注意してください。で、これちょっと悩ましいんだけどね。あの受験的に、ね、収集権じゃなくて、しあのこれ、ね、収支権があるかないかって区別でやっていいかどうかってすごい怪しかったんで右側にしました。 だから皆さんも知識的にね、果実が取れるよってことが分かればいいです。あと扱いはそれ収支権なのかどうなのかっていうところはもう学問なんで、もうそこはどうでもいいです。果数が取れるよって分かればいいです。それは収支権というかどうかはいいです。こっそりゃほっといて。はい、じゃあこんな26、27。27。 こ,こからが法律行為という部分になります。で特にこの図表23かな 2>、えー、笛2段単独行為契約のイメージ矢印が意思表示のつもりです単独行為は一方的矢印契約は意思表示がぶつかってるっていうイメージで図表下の図表を見てください図表24単独行為の分類相手方のある単独行為 相手方のない単独行為、結局は右をね、押さえてほしいんです。左が基本、右を押さえてください。取り消しっていうのは単独行為です。なので、これは取り消しになるか答えてください。契約をした、店には勝手に契約をした、取り消したい、お母さんがトイレでで取り消しますお母さんトイレ一人で、取り消します。 ここなりません。なんでかって言うと向こうに届いてないからです。単独行為は一方的意思でいいです。ですが、左側届くことが要件です。届くことが要件です。 見るぐらいで構いません。本当に見るぐらいで構まいません。これですが、例えば遺言書を書く、遺言書を書く、死ぬ。 相手が知る。これ原因日付いつ？原因日付は7月2日だよね。相手が知った日じゃないよね。相手が知った日じゃないよね。これが右のグループ、右のグループ、この丸4遺言なんです。右のグループ丸4の遺言なんです。図量は要件じゃない。 図量は要件じゃないで特に意識して押さえてほしいのが右の方ね一と丸三丸四。特に言うと一と四かな。もっと言えば一と四。 1>, っていうのこの1と4は不動産投機の原因日付に,に影響します。相手が知って効力が出るじゃないってことね。でね特にこの1番を強調したのは1番を強調したのはね 持持分分放放棄棄もこれになるんです共有持ち分放棄今の論法で言うよ共有者が A と B がいて A が持ち分を放棄した1週間経って B が知った原因日付はどっ,っちなの放棄した日だからね知った日じゃない放棄した日だからね知った日じゃない放棄した日知った日じゃない。 不動産投芸の過去問番号を入れておきます。25年、21、足の5。25年、21、足の5。 ぜひこの過去問の方、えー、不動産の過去問の8ねこれだけ見ておいてください25年21年の8の5見ておいてください,いしょで基本的に単独行為は左が基本だって覚えてね単独行為は基本的には届いて効力発生だってことねでこれ1の時に発生する民間代表例は特に1と41と4ね 所有権の放棄と遺言を押ささえておいいくださいね。27ページについてはお任せというか、やらんでもいいです。27ページはほっといてください。どういうことを復習でやればいいかは、またちゃんとあとで言いますので、あとで言いますので、多分その復習でこれやってくれって記事に当たりませんから、多分普通然飛ばします。 では28ペ,、まあ、28ページから有名論点の方にいきましょう28ページから有名論点意思表示関連の論点です、えー、まずちょっと基本からそこに心理留保虚偽表示錯誤詐欺脅迫とあって、まあ、効果が載ってましてそこに第三者保護規定というのがあります でこの第三者保護規定、一応整理だけさせてください。第三者保護規定のルールとしては、善意の第三者に対抗できないってグループと、善意で過失がないってグループに対抗できないものと、保護規定がない。 第三者は保護しない第三者は保護しないというグループに分かれます一番最後なんか第三者は守らんよとでこれはぜひあの民法を通じますので意識してほしいんですこれは本人の 落ち度と連動します。本人の落ち度と連動します。第三者を守るのか、第三者を守るかとの保護要件は。本人の落ち度と連動します。心理留保。嘘ついてんのね。嘘ついてんのね。本人の保護性は低いわけよ。本人の保護性は低いので。 第三者は、善意のレベルで、善意のレベルで保護、過失は問わん、善意のレベルで保護、過失は問わない。善意のレベルで保護、過失の有無は問わない。一方、次のグループ。 あ次、まあ一個っえっと、虚偽表示これも嘘だ。これも嘘だっていう点は同じ次錯誤と詐欺まあこれまあ騙されたっていうのはやっぱり、まあ、まあうかつにもっていう点はあると思うんですうかつにも騙されたとなので保護要件が善意過失がないっていうところまで強くなってしまうと。 一方脅迫までいけば本人の落ち度はない脅迫までいけば本人の落ち度なんて全くないだからむしろ第三者は保護しない方向第三者は保護しない方向、まあ、なんで嘘ついたんだすいませんなんで勘違いしたんだもうすいませんなんで脅されたんだってうとそんなことそんなこと言われたって僕だってねとで最後ね これ書いてませんが。ここはもしね。未成年者の場合。<noise> なんでうつたんだ。すいません。なんでかんじかんじだ。うん、すいません。なんで落とされたんだ。でも、だって落とされたと俺は悪いのかよ。なんで未成年なの。いや、なんで未成年って言われたって。これ、それ、これの落ちそじゃねえっす。だから。第三者起きてないでしょ 未成年の場合第三者保護規定はないよね。あのこの辺りまたもうちょっとじゃ使います本人の落ち度と第三者の保護要件は連動するってことと本人の落ち度と保護要件は連動するってこと。 はい、これぐらいにしましまょうか。では、今度は右のページ、93条心理留保を見たいと思うんですが、ちょっとね、本当に基本の基本なんですが、あえてやらせてください、えっとね。ページは35ページ、ちょっと先開けてもらっていい ?35 ページ、申し訳ない。 えっとちょっと画面の方も使わせてください。心理留保。A が B に嘘をつきました。B の主観によって有効無効が分かれてくる。B の主観によって有効無効分かれてくる。結論確認してみて。 100万あげるよえいいんですか？ありがとうございます。嘘だったの、ちょっと待ってくださいよ。裁判になるでしょ。前、ま、に、あ、他人から100万もらえて普通思うか思いません。はい、過失あり。初級ではこう教えてます。嘘には付き合うなと嘘には付き合うなと。大体過失があると言われてしまうぞ。大体過失があると扱われるよと。と嘘には付き合うなと。 でね民法の相続まだあなでね民法の相続このね善意無関質とそれ以外で結論を分けるケースがすごく多いんです善意無関質それ以外で結論を分けるケースがすごく多いんですあの例えばなんですがえっと 47ページ、開けててもらっいいページ図表48、代理人の権限乱用。えっと、本人、ごめん、副代理って書いてます。服いらない、副いらない、ごめん、普通の代理人してくれ。47ページ、ごめんなさい、誤植です、ごめんなさい、47ページ、今、気づいた誤植です。 副代理の副って字いらない。ごめんなさい。よいしょ。大変失礼しました。えっと、本人代理人。で、代理人が権限乱用をする。代理人が権限乱用をしたというケース、本人に降格属するかと。ってことなんだけど、実はね。 これ今皆さんは条文なんだけどね、今皆さん条文なんだけど、実は昔、この権限乱用は93条処理したんです。どういう嘘かっていうと、僕は本人のために動いてるんです。お金ください。本人のために動いてますっていう嘘って扱ったんです。で、これ昔は93条で処理しています。 で、今は基準は同じだけど基準は同じだけど処理の仕方が有効無効ではなく無権代理有効無効ではなく無権代理処理として有効無効ではないんだけど基準が同じなのね93条という基準が同じなの。 あと1個。もう他にもあるんだけど、もう1個紹介させてください。改めて35に戻って。よいしょ。えっとね、第三者詐欺。ちょっとやっ,や,っやっていきますね。 えっと、A が C にだまされて意思表示をしちゃいましたと。契約当事者は AB、別人がだます。契約当事者が AB、別人がだます。これが第三者詐欺。でね、ちょっと聞きたいんだけど、色つけなくていいよ。上の A と下の A、どっちがくラッ ってなります上の A と下の A クラッとってなるのはあの上の A って別に悪いことはしませんよね上の A って騙されないすぎないんですよ一方下の A はクラッとってなりますよね少なくともこれね実はね昔旧法はこのね勝ち判断がこうなのに結論を犯しちゃったんです新法では少なくとも基準は合わせよう少なくとも基準は合わせよう 実は昔はね、上の A は下の A より保護されなかったの。昔は上の A は下の A より保護されなかったの。少なくとも基準は合わせようってしたんですね。なので、横見て。善意無可質は取り消しができない。取り消しができないっていうのは有効なまま。取り消しができないっていうのは有効なまま。 一方取り消しができるっていうのは。取り消して無効になる。取り消して無効になるってことね。まあ二十九年改正まむしろ上の A. の方があんまり保護されないというね。恐ろしい時代だった。事態だったので。少なくとも心理流法には合わせようよ。と。 ということで29年に改正がされましたなんで皆さんもうね別に解説経由はどうでもいいんですがセットにした方が覚えやすいんでセットにした方が覚えやすいんでそれで覚えちゃってくださいでは改めて29に戻って説明しましょう29の方お願いします 29ページ93条2項の射程範囲というとこですちょっと画面の方にも入れながらやっていきましょうかえっと A が B に対し嘘93条嘘のの一表字をしました B が悪意でしたでそこから買った C が善意でした こののの場合っていいうのは本人の落ち度が強いだから善意であれば93条2項で丸保護されて C は所有権取得できると。一方下段また同じように A が B に93条嘘ついて一生児をしました。 で B が善意無ででしたでそこから買った「C が「善意」でした。ですがこれ93条2項の適用が「ツなんです。あのねツというか使うまでもない使うまでもないなんです。使うまでもない。 買うまでもないやってきますよまだ早いな行きよ行きよ行きよ,きよ A から B に売って全員無可視でしたこの場合って全員無可視の処理は有効ですよね所有権移ります 所有権移りますですから B から C の売買は普通の自分物売買です普通の自分物売買ですだから何にも考えずに普通に所有権移転するでいいんですよ。全員向か,したから所有権移るよねで B から C 買いましたと93条2項なんて議論する必要もないんです。 あちなみに上,、ね、上,上は A から B が勝って B が悪意だから無効なわけよ。無効だと B に所有権が移んないわけ。無効だと B に所有権が移んないわけ。だから B から C の売買はちょっと書いておこう B から C の売買はこれ本来他人物売買になっちゃうんです。本来他人物売買で。 C がかわいそうだよねと本来他人物売買で C がかわいそうだよねもう一回ね A から B の売買で B が悪意であれば所有権が移転しない所有権が移転しないだから B から C の売買は他人物売買になるでこれだと C がかわいそうだから 93条2項を使って保護しましょうよって話なわけ。一応ねこの下の理屈注意書きの方にも入れました読んでやってください。 なんかの時にね、ちょっと電話に出てしまってしくじったんですがあの当連かなんかのときにね当連かなんかであのここを悪意出したんですよ。こ,こで悪意出したんですで。これが悪意でも別に普通に所有権取得できますよね。でもねお客様は何かっていうと「93条悪意 !93 条悪意所有権取得はできない !93 条悪意所有権取得はできない!」と。 なんか結構なんか痛い電話が、あのか勘違いされた方のね、お電話が来て、どういうことだと、お前はテキストと違うこと言ってるのかと。っ言ったんであの、お客様、すいません、あの真ん中があのあの全員昔、ね、そういう問題じゃないんだよと。いや、そういう問題なんですよ、お客様とあの。分かってくれなかったというのが、あの昔、何年か前に、ね、あ,あった気がします。っていうことで、こちらね、93条の事案で出た場合っていうのは、これ、全員だったら保護されるって大体皆さん知ってますので、ぜひこの下,の下段のね、下段の例、これは処理できるようにしてください。 お時間来ております。一旦休憩ありましょう。10分の休憩に入ってください。 はい、えー、それでは後半まえります。えー、後半はテキスト三十ページ九十四条二項、こちらの話を見ていきます。で、特にこの右側のページの方、図表二十九の方で九十四条二項に当たるか当たらないかといった丸バツがついております。で、このページのえっ、ー、とこのページのね、表でいうと中のえっ、ー、と丸十番かな、丸十番、丸十一番。 のところなんですが、この丸十一番のところにえっ、ー、とね中のえっ、ー、と丸十一番のところこの部分について一番下の絵で見ていこうと思います。ちょっとこれ画面の方に書いて付け加えをしましょうか。よいしょ。丸十一番のところね。ちょっとここね中の二というよりも丸十一としておいてください。 であと、ここにも線引き入れておくと、あとあと復習しやすいかと思います。で、一旦私、消しますが、皆さんは消さないでみてください。皆さんは消さないでみてください。じゃあ、いきましょう。A がいて、B に対して土地を貸しました。 で土地を貸したら、この B がそこに建物を建てたんです。で、建物を建ったら、この建物だ建てた B がこの建物を売ったんです。ここで A が切れました。右の図み見てきます。A がいて、B が賃借権を売って建物を建てる。で、このあと建物を B が C に売る。 主と銃主と銃だから主物が売られれば新借券も移るんですね新借券も移るここで A が言ってきたのは 新借権の無断譲渡だ解除するって言ってきたんです A の方が新借権の無断譲渡だ解除する新借権の無断譲渡だ解除するって言ってきたんです で、B と C びっくりでする。ああ、ごめん、混乱させちゃったね。何、混乱んなのなの裏切り者。いや、裏切りじゃないんだよ。裏切ったんだろいや、違うんですよ。よくよく見てください。これ、仮想なんですよ。はあいや、僕はちょっと今の事情があって、これ、仮想だったんです。ってことを言い始めたんです。で、ここで議論になるのが、えっと、仮想したのは B と C。仮想したのは B と C。 A が94条2項に当たるのか仮想したのは B と CA が94条2項に当たるのかここまで論点よろしいでしょうかね。じゃあこの94条2項の要件を確認しときます。左側のページ、図表27 で要件1虚偽表示の外形を信頼し新たに利害関係を取得する新たに虚偽表示の後に虚偽表示の後に2独立の経済的利益を有するで3虚偽目的物に対し 法律上の利害、法的権利を持つ必要があります。虚偽目的物に法的権利を持つ必要がある。ちょっと一回、事例離れるね、この丸三番の話。えっと、例えば土地の賃貸で第三者になる人は土地を借りた場合は、この要件クリアします。土地の賃貸、土地の仮想上と土地を借りる要件クリア。 土地の仮想状と建物建てる建物を借りる要件当たんないからね虚偽目的物ってところを意識して虚偽目的物虚偽が土地であれば土地に法的権利を持つ必要があるからねちょっと今のピンとこなかった方あのね右のページの表の丸六番見て。 土地の仮装譲り受け人がこれた土地という意識で土地,土地の仮装譲り受け人が右土地のに建物を建築した場合の建物賃借人建物賃借人これは当たんないよってことねあ,とあくまで,でも仮装してるのは土地なんだから建物は違うからねってことねよし。 じゃあその観点で、じゃあ改めて戻ります。今回の A さんは94条の2項の要件をクリアしているからなんです。正解は94条2項には当たりません。94条2項には当たりません。 虚偽表示の前から利害があるかかららです。虚偽表示の前から利害を持ってるからです。だって順番は土地を持っていて貸して貸したら建物建ってその後仮火葬でしょ火葬っていう虚偽の前から火葬っていう虚偽の前から火葬っていう虚偽の前からいらっしゃいますので94条2項のにあたらないと。 で、ぜひここ意識してほしいところがあります。何かというとね書いてる。ちょっと色つけちゃうよ。九十四条二項に当たらないってなった場合。当たらないってなった場合は。ここを。無効で処理する。無効で処理する。 94条2項に当たらないってなったら向こうで処理するあのね保護される保護されないだと本試験問題は解けない本試験問題は一言も「保護されるななんか出ないどう処理されますか」と「どう処理されますか」ってうのが出るんです。 で、94条2項に当たらないってなった場合は無効で処理をするっていう意識無効で処理をする。無効で処理を、無効で権利関係を考えて解除ができるかどうかか言ってみて。 いきますと、この売買は無効ってことは所有権が移らない賃借権も移らない無断かえ譲渡じゃないから解除,できないと解除できないと。無断譲渡になってないから解除ができないと。 まあこの例は保護されるされないでもいけるんだけど一般的に言うと保護されるされないではなくてどう処理されるかを押さえてくださいちょっと同じことになりますが、はい、かな同じことになりますがえっとね番章の、えっと、1枚目の方続きをちょっと見てください場所はここですこ,こ皆さん許けなくていいかね 囲っているわけだわ自分が、えっと。94条2項の第三者に当たらないこれは保護されないじゃなくて無効処理一方横94条2項に当たるっていうのは保護されるっていう押さえ方じゃなくてこれは有効で処理する虚偽の部分を有効で処理する。 ででもいいです94条2項の代表例具体例言ってみてその時の処理ってその虚偽の部分を有効と考えて第三者は所有権取得するとかそういう例のはずなんですねもう一つやりましょうかえっとね今見てるレジュメ三3 1ページの右上ここを使わせてください この部分この部分いくよいくよ順番としては A から B に債権があってでその後に A から CA から C に債権譲渡がありました A から C に債権譲渡がありましたここで C から請求が来たんですが仮装ってことが分かったんですよしじゃあいきましょう仮装したのはこの2人です B が94条2項に当たるか当たらないかどうぞこれは当たらこれは当たらないよね だって虚偽の前から債務者だもん。ってことはこれってことは今の結論で言うと C から請求来たらどういう答えになるの A から C の再建状とは向こう、C から請求来たら B は、断れる、断れる。でいいね。請求来たら断れる。だね。今まで保護される、されないって覚え方してると、この後完全に破綻です。どう処理されるかということを意識してください。下の15年の5のうっていうやつ。 ほぼ同じ問題です。やってみてん。 というところであのぜひ保護されるされないではなく有効処理する無効処理するって形で今後はやってください有効処理する無効処理するって形で今後は処理をしてくださいではちょっと えっと今後の室内予想を兼ねてはちょっと難しめの論点を2つ紹介しますできないのは100も承知なんですが、えっと、皆さんあのこれほとんど全く同じ図をこっちに書いてくれない全く同じ図これに書き込んじゃうともうわけ分からなくなっちゃうから全く同じ図を右に書いてくれない全く同じ図私も書くから今 ででね、物語は A から B 債権があって A から C に譲渡がありましたでこれねその後に弁裁しちゃったんですこれ債権譲渡があるから連絡言ってるんですよ債権譲渡があるから A から A から B に連絡言ってるの C が債権者です C が債権者だって連絡が入ってるわけよ払ったんですよで払っ,た後に虚偽発覚払った後に虚偽発覚払った後に虚偽発覚払った後に虚偽発覚 譲渡がある連絡が行くあ C が債権者なのねと払いましたで払った後に実は AC 間が虚偽表示だってことが発覚するこれ B には法的利害があります。虚偽の後に何かやってますよね虚偽の後に払う行為をしてますよねつたる虚偽の後に弁済って行為をしてるんですよ虚偽の後に弁済って行為をしてるんです なのでこの B は94条2項に当たります。94条2項に当たりということで、えー、とどう処理されるか有効だと思って処理して。 A から C に債権が移っていて払いましただから債権がなくなりました終わり債権がなくなりました終わりと。ということでこの上のね中の2ただし債務者が弁済した場合は該当するただし債務者が弁済した場合は該当すると。でまた下の24の4の A。 ちょっとこれ画面の方色付けますが、皆さん傾向、えー、でも傾向についてりません。これ、本試験の問題が弁済がされていない場合っていうふうに縛りをかけて出したことなんです。弁済がされていない場合っていう縛りをかけて出したことがあるんです。 よろし。いでというか、ね、よしことでえ、これがまず一つ目、まだ出てない密室論点。でもう一つがね,、えっと、ね、左上の中の1ってやつ。とこのこの B 氏の取り立てのために再建譲渡ってところ、取り立てのために再建譲渡と。 はいえね、あのまず一般論からいってこれが何なのかを先に言いますねまず一般論から、ね、一般論からねいよ A から Y に債権があって債権譲渡がされましたでその後債権譲渡で転売がされましたでその後に仮想だと発覚しましたこれで終わるんだったらこの BC は94条2項に当たります当たりますただ これがもし取り立てのための債権上だと当たらない取り立てのための債権上だと当たらないあの今から言う理屈は全て覚えなくていいです取り立てのための債権上座なら当たらないで忘れていくそれで覚えてそれで忘れて結構ですうんとねこっちが B でこっちが C だと思ってください うわあのざりだ債務者は取れねえな払えよ払わねえな払えよ払わねえなうううう取り立てのプロですよさあ悪いんだけどさ取り立てもらっていいどういうことだからあのお前にさ取り立ての権限あげるから取り立てもらえない俺が取り立ての代理人なのそうそうそうお願いしていいいやダメなんだよなそれだとね弁護士を七十2条に違反すんだよ 同じように払いにするからさダメなんだよね代理は代理はダメなんだよ代理がダメじゃあさお前に売ったことにするお前にとりあえず買ってくれ買う買ううそでお前が買って請求するお前が取るそう言ったらちょっとちょうだいおじゃあもらって払うっていうことだから実質代理か実質はな 代理にしたいんだけど代理にすると弁護士大変になっちゃうということで今回 B と C こう約束してんの。Y から100万取れたら30払う。Y から100万取れたら30払うと。と伝わりますかね結局この C は実質代理です。実質代理です。 自質代理で独立の自質代理自質代理で独立の利害じゃない独立の利害じゃないだからポイントはもう自質代理でいいよ自質代理。 いけそうかなえっとね左右のページ申し訳ないえっとね左側のページ左側のページのね第三者の解釈要件の丸の2って見て独立の経済的利益を有する独立の経済的利益を有するこれは今見た取り立てのための債権譲渡取り立てのための債権譲渡の事案でしか使いません今の事案でしか使わないから普段の学習では要件丸には無視しちゃっていい 普段の学習では要件丸には無視しちゃっていい。今の判例字しか使えないから。 ありがとうございますではあと一つかなちょっとこの部分で細かいところをやらせてくださいえっとねページの方は32ページまでいってください94条2条十四条2項累推適用これは 陶器を信じたら保護されるかって話なんです。陶器を信じたら保護されるかと。じゃあ、基本的な例、一番上の例からやらせてください。よいしょ。えっとね、所有者は A です。所有者は A。 でなぜか投器を B が持ってる所有者は A なぜか投器が B が持ってるで B は C に「俺が所有者だよ買わないかと俺が所有者だよ買わないかと」と言って売ったら C が信じたんです B 名義だから B のもの B 名義だから B のものだろうと信じたんですでもやってることは 他人物売買ですやってることは他人物売買ですなので C は所有権取得できない C は所有権取得はできません当期は信じても保護されない当期は信じても保護されないいわゆる当期に更新力はない っていう意味ね陶器に更新力はない。陶器は信じても保護されない。陶器に更新力はない。書いてる人もいますね、少し雑談を。なんで陶器に更新力がないのかと。いや、これあったらね、毎日大変ですよ。あの、もしこれで C が保護されるとしましょう。これでもし C が保護されるとしましょう。で、皆さんがマイホームを買ったとしましょう。皆さんがやることは何か。 毎日登記書しろ毎日トークしいこうすいません A です登記めしてくださいよかった俺名義今日も安心してきます行ってきますすいません今日も来ましたときめしてくださいよかった今日もセーブ安心してきますやってらんないよなこれもし登記に更新力があったら A はやってられませんなので残念ながら登記を信じても保護しないっていうルールなんてのただし ただし本人に落ち度があれば話は別本人に落ち度があれば話は別ちょっと繰り返します繰り返します。登記を信じても保護されないまずこれ結論はねでその事案が来たら本人に落ち度がないかを見て本人に落ち度がないかを見て。 本人になんか悪いことじゃな,ないか。でこの事案は本人が勝手に B 名義作ってるんです。本人が B 名義を作っちゃってるんです。A が B の承諾を得て B 名義で登記をしているとこれは本人に落ち度があります。 こうなると C を保護する方向にこうなると C を保護する方向にいくわけです。ここまで,かなでねこれは今の上の例は A 自身が作出した A 自身が作出したよく、まあ、作出型とか言うんですけどね作出型。 A 自身が作ったというパターン。じゃあ次の時見て、あ、次の A を見て。A、B、C が移転、B の下、B 名義の移転登記、不実の登記、上の1は丸 ① 番。B が A の承諾を得ず、B 名義で登記、A の承諾を得ず、これ B がやってると。全く A の落ちじないからね、A を知らないからね。 ここまでないんだけどここ丸に知りながら放置あの絶対1年に1回いきます固定資産税です固定資産税って当期,期,期の基準でくるんですよ当期基準でくるんですお今年固定資産税来ねえな今年は免除かなと絶対そう思わない 固定産税が来ない時にね、もうびっくりします。これやばいんじゃないかと。何かあったんじゃないかと。普通そこで調べる、調べるんですよ。だから、これまず気づくんです。固定産税が来ないなって時点で普通気づくんですよ。で、気づいたけど放置した。この丸ケースはよく放置型と言われます。放置型。作質型と放置型があります。作質型と放置型。 で次の事案です。これね作出型です。これは作出型です。A がいて B 名義の仮登記を作出ポイントはこう仮登記という点です仮登記。 えっとね、信用力を上げたいとなんか B はね銀行から融資を受けようとしたのかなで B はね資産を持ってるってことを見せたくて A がね仮登記だったらやっていいぞとっていうふうにね言ったらしいんですよでね俺このあと知りたいんだ B の下 B が勝手に仮登記から本登記に勝手に変更どうやったか知りたいねこれどうやってやったんだろう勝手にっていうのは多分いろいろ書類等結構ちょろまかしたと思いますいいねこれ,ねこれ本登記をやっちゃってるね 本当器をやったで、B に本当器があるから C をしか信頼したわけですこの場合 C は保護されるんだけど押さえてほしいのは無過失までいるってことなんですここを押さえて無過失までいるってこと 嘘っぱちの外観は本陶器嘘っぱちの外観は本陶器 A の落ち度は高くない A の落ち度は本陶器まではやってない本陶器までは作ってないさっき言いました本人の落ち度と第三者保護は連動する本人の落ち度と第三者保護は連動する 先ほど28ページの方で、で28ページの方で本人の落ち度と第三種の方は連動すると言いました本人の落ち度は仮登記までです本登記には落ち度がありませんなのでこれを保護する場合は第三種の方が厳しくなります本人の落ち度は、えー、仮登記まで本登記まで落ち度がない 落ち度が低くなるので保護要件が無加失まで。よろしいでしょうかね。ってうことでこのあの、ね、もう一個、無加失事案をもう一個知ってください。これが 下の例です無過失事案でねこれだけこれだけね本人が A ですこれだけ本人は A ですあっ、ね、本人これだけ本人は B ですごめんなさい A から B1 所有権が移転されたが事故の指示ミスおよび 司法書士のミスにより定当権設定の登記とえっとね番章の2ページ続きを見てください左側ね左側ね本当の物語は1番所有者 A2 番 所有権移転、譲渡担保 B なんです。物語ね。本当は A。じゃあ、譲担保 B。ここまでかなで、B だと思ってください。あー,先すあー、先生ですかあー、ごめんなさい。どうしましたあのさ、今回さ、あのさ、担保、担保、担保いたのあ、担保なんですね。そう、譲渡担保、担保。うん、わかります。担保ですね。わかります。登記しますんで。担保だかんね。はい、わかりました。 ちゃんと聞けよなあ、ちゃんと聞けよ。担保ってことでもう初心は低頭と思っちゃったんです。だから今回嘘っぱちな陶器は A なんですよ。今回嘘っぱちの陶器は A なんです。ってことでこえこの例ね、この例ですが嘘っぱちの陶器を A がしている。 信じて C が勝った。信じて C が勝った。繰り返すとここだけは B が生したからね。ここだけは B が生したからね。で、この事案も善意無過失が要求。善意無過失が要求される。というのが自分のミスだけではない。自分のミスだけではない。 この全員無関数まで要求する事案は代表例はこの2つなのでこの2つをぜひ理解しておいてください。以上で94条の処理これぐらいにしまして次は策語を見ていきましょう。33ページ作語なんですが、えー、ちょっと久々にやろうか、えーとね、95条1項だけ隠してやってみて1項123で隠してやってみてどうぞ。 はい、でこちらの方ですが1、2、3、まず 2, 2と3見ます、2、意思を書く作業、意思を書く作業、口走ったことにつき、意思がない、口走ったことにつき、意思がない。で、次、3が、これが、動機の錯誤の定義なんです。 認識が真実に反する認識が真実に反するこれが動機の策を示す場合です。というのがこれ動機の策だけ要件違いますよね。2個読まして全項2号の規定による意思表示の取り消しはその事情が法律上の起訴されていることが 表示これ冒頭前後2号二号って言ってかね2号って言ってからね1号さしないよ。はい、でちょっと細かいんですが他の資格試験で出てますんでぜひこの1番の重要なもの勘違いでも重要部分。 重要部分の勘違いしか取り消しはできないい重要部分の勘違ししか取り消しができないいろんな勘違いがあっても些細な勘違いでは取り消しができないようふんパーフトロアコーダーか誰が先生なんだろうあれ違うあれ違うちょっとこれまず勘違いですこれは勘違いだから取り消しです そこまで重要な部分じゃないと思いたい。これそんな重要な部分じゃないと思いたい。あのこれねネットで調べてください。根本庄司画像検索するとね。昔の写真出てきます。これは重要な部分じゃないと思いたい。で何をもって重要かっていうのがなかなかこれえー、事例が少し難しいのでそこはいいです。ただ要,要件として重要なものってことはぜひ知っておいてください。 でさえ作業はこれぐらいにしましょうページのほうが35ページのほうにいってください一番下の図表34詐欺の第三者の保護ドキソにはなりますがやらせてください一番下の時系列 ですが,よいしょ詐,欺がああ詐欺があって取り消しがありました。で取り消した後に登場した場合は処理は177条。があれば勝てる登記があれば勝てる。陶器があれば勝てる 一方取り消し前に登場取り消し前に登場これは善意無過失なら勝てる善意無過失なら勝てる一方詐欺の前からいるこれは 全く保護されません。全く保護されません一つ事案をこれからお見せします。いつ登場しているかを見て、登場しているタイミングを見て。30次のページ番の例、次のページ、丸三番の例。 色付けなくていいよこの C についてやりたいから。いいよ。えっと B がいて CA で連帯債務の状況でした。でそこでちょっと付けこようか。B が A をだましたんです。B が A をだました。A は B にだまされ大仏連載したんです。 A に B にだ騙されて大仏面税をしましたでそこで騙された A は取り消す騙された A は取り消すではすいませんこの、えー、と,騙し,たのが B と騙した当事者は B と A です C はいつ登場してます C は取り消し後じゃないし詐欺のあとでもない詐欺の前からいらっしゃいますね。なので一切保護されません。詐欺の前からいますので一切保護されません。 毎回基準を使って解いていると新しい事案が出た時にも答えられますですが民法の問題を繰り返しすぎて事案自体を覚えちゃってると新しい事案に対処できませんある程度成績がある方問題をいっぱい解いてますそのため問題を覚えちゃってる規範に戻れないんですよ なので、ぜひこの講座の受講生の方はしばらくの間は問題を封じてください。問題演習して成績が伸びるとかは終わってるんです。ぜひ問題を解くんじゃなく規範を覚えていくっていう作業をしてってください。 ではこれぐらいにしましてじゃあ今度は右のページの方行きましょう37ページちょっときついと思う98条やってごらんこれはちょっときつい。 ああそこのお兄さんあはいこの商品買わない聞くんですかすんごい聞くの買ったらイケメンよ本当ですかじゃあ買います買ってみたイケメンになる薬人に言われた絶対違うとこれしかもこキャンセルするしかねえなじゃあキャンセルだから待ってキャンセルだから単独行為だろ単独行為は届かないといけないよなあれこれどこにも書いてないぞどこいんだこの人届いたら効力発生です でもこれ大前提がどこにいるかわかんないと届けようがないんですよ。これで丸一丸二見て。相手を知ることができない届けようがないね。相手を知ることができない届けようがない。で丸二相手がわかってても所在がわからなければ届けようがない。相手がわかっていてもどこにいるかわかんなければ届けようもない。 この時にいわゆる民事訴訟でやってる公示捜達民事訴訟でやってる公示捜達みたいなことをやるの。これが公示による一生児。よろしいでしょうかね。でちなみに、いいつ効力生じるか、これが丸三番。さすがに掲示した日じゃない。 2週間経過時2週間は待ってもらうよとこれ民事訴訟にもつながりますのでこの2週間のいう数字もぜひ押さえてくださいね民事訴訟にもつながりますのででは一4時関係はこれぐらいにしましょう39ページから次は代理を見ていきます で39ページ、冒頭に代理と使者というのがありますが、これ後回しで構いません。というのは、これ平成16年しか出たことがないんですよ。平成16しか出たことがないんで、無理にはまらないでください。41ページまで飛んでください。 図表40代理行為の歌詞の判定基準ってところです。善悪は誰で決めるんですかと善悪は誰で決めるんですかと。よいしょちょっとこれ画面の方にも出しますね。 A. が本人 B. が代理人。A. が本人 B. が代理人。で B. C. で。B. C. で売買動産売買。B. C. で動産売買をしたんですが。これが。他人物だったんです。動産売買をしたんですが、他人物でした。 ょと名前を行動産の売買をしましたが他人物でしたこれ飼い主側が保護されるとしたら即時取得しかありませんで即時取得は要件として善意無過失 善意無関数が必要になりますがじゃあそれは A で判断するの B で判断するのと A で判断するの B で判断するのと。ということでレジュメの結論第一位的には代理人基準ですす B で決めますでゆっくり言います。 B が悪意なら処理は終了します。B が悪意ならその時点で処理は終了します。問題は下。代理人が善意の場合なんです。ちょっと今から書きますが書き込む必要は特にありません。 想定している事案だけ簡単に書きますと想定してるのは A が悪意なんです A が悪意うんと ABCABCABC ねうわあの動産欲しい他人物なんだよなうわ俺知っちゃってるよ俺買っても即時かなんねえなピコンおい B はい C ってしってる 何も知りません知らない素晴らしい非常に素晴らしいあのな C が行動さん持ってる C が行動さん持ってるはい行動さんいいか行動さんを買ってこいよわかりました行動さん買ってきますい行ってこいはい買ってきましたよくやったわかります卑怯者ものってこれは防ぎたい ってことでこちら二次的本人が悪意でもしくは有価質で特定の法律行為を委託した代理人だ場合は本人基準になります。でね、ま、だ早いか特に意識してほしいのは このね、特定のっていう部分なんですよ、特定の。ちょっと、下のね、中の一をやる前に、やらせてください。うわ、どうさん、めっちゃ欲しい、あの車、めっちゃ欲しい。高うどうさん、だめだ、あれ、他人物よ、絶対出せんよ。うわー、もう車でめっちゃ欲しい。おいび。B、はい。あのさ、俺、車で欲しいんだよ。買ってきてくんない。 黒丸ですね。どの黒丸ですか。いや、黒丸で買ってきて、結構出まってるから黒丸買ってきて。わかりました。行ってきます。欲しとこは。買ってきました。お<ー>、誰がきた？行動さんです。このバカ。<laughs> これ卑怯でも何でもないよね。二つの例の違いわかります？物品の特定があったかどうかなんです。この中の1読んでみて。 物品名まで特定がいるからね物品名まで特定がいるからね物品名まで特定がいるってことまる薬品とそこまで特定がいるからね じゃあねこれ物品名が特定されているかを42ページ16年の問題で試してみて42ページ16年の問題で試してみて。 あちなみに言っておきます私性格悪いですから私は性格悪いですよあのー、こういったの覚えてます ?B が悪意ならその時点で終了だって B が悪意ならその時点で終了だって言いましたねこの事案上から3行目 B は C が行動産の所有権がないことにつき悪意であった時はということではいこれで終了です。一時的な処理をしてるのね。だからもしこれがねもしこの事案がもしこの事案がねもしこの事案が B が善意で A が悪意もしこの事案が B が善意で、C、A が悪意っていう事案だったら この過去問が B が善意で C が B が善意で A が悪意という事案であればここ行動産を取得する代理権っていうのは物品の特定はしていると思っていいよこれは物品の特定をしてるっていう事案でいいからね B が,意で B が善意で A が悪意という事案だったらこれ物品の特定をしていると言ってもいいですただこの事案はそもそも B が悪意なのでもう第二次的二次的な話をするまでもないんですよね ね、手順をちゃんと守るようにってね手順を守るようにと一時的二時的の手順を守るようにと。よしってところでじゃあまた一時間ぐらい来ましたので軽い休憩しましょうか。 えっと今民法と並行で、会社法も理解から始まっていきます。あ、言っときます。会社法は条文じゃありません。会社は条文じゃありません。あのの読めませんなのの読めませんから。安心してください。あの条文ベースなのはあの民法と民事訴訟だけです。民法と民事訴訟だけは条文ベースです。ですが、それ以外は図表中心なので、ご安心ください。 でちょっとこの時間を使って復習の仕方について説明をしたいと思いますので、板書の二ページの方ちょっとね上の方の見てください。場所は今ねこのくくっているところになります。えっと復習方法えまず括弧コ一進んだページまで読む。 私が説明している、していない、かかわらず説明している、していない、かかわらず読む。で、アウトプット確認パート1、条文部分、穴あき部分を考える条文で穴あきがあったらそこは講義と講義だったように同じように隠して宣言する穴あきがあったら隠して宣言する裏を返せば穴あきがないところはもうする穴あきがなってはする。 穴あきがあるかないかははっきり言えばこっちが読んでほしい条文かそうじゃないかの区別だと思ってください。穴あきがあればちゃんと読む、なければする。また、丸伐がついている図表は丸伐の宣言をして、丸伐がついている図表は丸伐の宣言をしてください。至る所に丸伐が入,る入っていると思います。その また、論点結論の表、論点結論の表、そういったものがあった場合も、こちら、結論部分を宣言する、結論部分を宣言するようにしてください。今回はないかな、論点結論の表は、今回はないかな、次回からかな。あえっと次回あ、57ページなんか見てごら五57。これ、前回今回いくわ。 えっと、57ページのようにねあの上の方に「論点」と書いてあって右に「結論」ってあるような表57ページね。でこういうもの右の結論部分を隠して言えるように結論部分を隠して言えるようにしてみてください。でまた丸三番。 暗記マークの図表、暗記マークの図表。えっと、図表タイトルに時折暗記というマークがついてます。例えば、えっと、40ページの図表には暗記ってマークがついてませんかで、こういうのがあったところは、これ、表を隠して宣言する、表を隠して宣言するっていう作業をしてください。他にも、ね、例えば えっと、さっきやったりするとこの辺りもそうか、えっと、12ページとかね12ページとかこういった、えっと、本当に基本的なものについては暗記ってマークをつけてますのでそういうところはね隠して一個一個宣言するっていうことをやってください。でこの暗記作業をするかしないかが大きく分かれてきます。 あの講師は暗記を強要する嫌な講師だとああ結構ですそれで十分ですある程度できる方暗記をしないせいで伸びない方が多いんです私は考えてやるからそういう暗記というのは嫌なんですあどうぞご勝手にとあのね暗記ってことをするとぶれません暗記ってことをするとすぐ出てきます考えて午後の試験って考えてる暇ないでしょ パン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 出るようにしなきゃいけないんです。でそれは普段から訓練しないと出ないんですよ。でその訓練を隠して宣言するっていう作業でやっていってほしいんです。受かった方にやはり暗記が効いたといろんな方が言われます。ぜひこの隠して宣言するっていう作業を過度にやってください。 あのちなみにどこ隠すかは大体わかは、ね、あのであの表がこれあった時にこの全ページ隠して宣言しようとそんなことは言ってないからねそんなことは無理だよあのちゃんとなんか表の編みかけの部分以外をねちょっと隠してもらってそれでどうなのかなって宣言するからねさすがに全ページを思えるばそんな佳境みたいなことはやらせませんからなので、ね、あのそこはあの随時あの自分の,あのお人の判断でやってください。 でただ一つね、これ、暗記作業をしているときに、これ、なんで丸なんだろう、なんで×なんだろうっていうところは出てくると思います。で、そのあたりについては、あの遠慮なく聞いてください。あの力技で丸暗記しろとは言ってません。その理屈が分かんないところは、あのぜひお聞きください。あの生クラスの方であれば、私は多分あの4階の受付のところで、だいたい講義の30分か20分前ぐらいから受付で遊んでます。で、受付で遊んでるので、先生と、これ、なんでとか。 っていうふうに聞いてください。あの、無理やり覚えるぐらいだったら聞いてもらった方が早いので。で、また、えー、通信の方、また配信の方、えー、こちら、教えてチューターというところに質問が投げかけるコーナーがあります。で、そちらの方に質問を投げかけてもらうと、まあ、実は1ヶ月ぐらいかかるんですが、動画配信で回答するっていうサービスにしています。教えてチューターに書き込む、それに対して回答するではないんですが、 それに対して皆さんからもらった質問について、まあ、一定基準があるんですが、一定基準に満たしたものについては、私は動画の中でお答えをします。ですので、もし無理やり覚えてる、これなんでこれなんだというのがあれば、ぜひ積極的にご投稿ください。本当に丸暗記するぐらいだったら聞いてください。で、聞くときに絶対にね、基本的なことで申し訳ございません。その言葉は一切言いりません。こんなこと知らなくてごめんなさい。そんなこと一切言いりません。ぜひ遠慮なく聞いてください。 で、えっと、それ以外のところだで、で、そこの下なんですが、できなかったところについては、ぜひ色をつけてください。で、あの色をつけておくと、色をつけておくとその次、見やすくなるんです。今自分ができないところがパッと見わかるうにししてほいんです今自分ができないとところパッ見わかるようにしてほしいんです。で、なので、こういう意図なので、できれば淡い色でつける。 もしくはフリクションなど消せるもののほうがいい,あい、ねが。あの濃いペンにするとねちょっと立ちが悪くて濃いペンにすると次間違えたきにねこう上にまた塗るんですよ。で次間違えるとまた上に塗るんですね。でねこれまだあの電子だからまたいいんですけどねこれ普通の蛍光ペンになるとねだんだんこれがね黒に近づくんです。だんだん読めなくなっちゃうんですよ。なんで淡い色でつけていって最後の最後はどぎつくしましょう。 で次読み込みパート暗記マークがない図表暗記というマークがついてなければとりあえず基本的にざっと読むぐらいにしといてください。でこれをパッとやっていって括弧に1でできなかったところを色がついたところを確認する色がついたところを確認する1回ざーっと見て色をつけていく2周目は色をつけたところを見ていく。 って感じです。で、米印、問題演習は、今の段階では一切いりません。とにかく暗記作業を強くやってください。で、また、えっとね、ところどころに。ハイレベルと入れてる部分があります。 例えば、えっと、42ページの左下あたりにハイレベルって字があると思います。でこのあたりは「トーレントーで出てくるまでは放置してください」。「ハイレベル」っていうところは「トーレントーで出てくるまでは放置してください」。 はい、ありがとうございます。じゃあちょっと中身の方に続けましょう。え、四十二ページの方に行ってください。あの四十二ページに図表四十二ってのがあるんですよ。これねめちゃくちゃ頑張って作ったんです。あの誰が騙してるかってみんなまあ見てやってくださいよ。これねここに圧縮して作るのって結構大変なんですよ。これワードで。 でもね、結論全部同じなんだよこれ結論結局取り消しできんだよもう善意など確認できんだも,んなもうねすごいつらかったけどね終わりあね C っていうと一番下だけこれだけ意識して誰が取り消し権を持つか代理の効果は本人に帰属する本人が取り消し権を持つもう論点1言うとこれぐらい。 だから結局どのパターンでも取り消しはできちゃうよ。一番左だけ取り消し権は本人が持つよとそこだけ注意しておいてください。よしじゃあ次43ページ102条を隠してみて。 この丸の二は入れられたでしょうか。丸の二は法定代理です。四十三ページ三の図表四十三。これを使っていきます。画面の方でもいきましょうか。よいしょ。聞き流すぐらいでいいですよ。はい。左二台の場合。B がある方を。 選びました非補佐人です非補佐を代理で選びました。でそしたらこの非補佐がめっちゃくちゃな契約をしてきました。これは取り消しができません。非補佐を選んだんだから選んだ以上をちょっと固い言葉ですけど。勘せよ甘んじて受けろ。自分で選んだ以上勘受せよ。 甘んじて受けろちょっと期待ないごめんなさいこれ選ぶって書いたつもりですすみませんってことはこの論理だと右の結論が変わります B がいてある方が代理なんですが法廷代理ですつまり法廷代理選んでません 選んでませんあんたが選んだから感受せよこっちは選んでない選んでないので変な契約した場合については変な契約をした場合については取り消すことができますよと ことで違いは法代理の性質、任意代理、法定代理で結論が違う。だから上の表の二番の方は法定って字が入るね。法定代理って字が入るのね。44ページの方までいきましょう。ちょっとここは一緒に読まさせてください。 103条権限の定めのない代理人は次に掲げる行為のみする権限を有するえこちらの方う一度に後で言います趣旨を見てください代理権があることは明らかだがその範囲が不明な場合や特に範囲を決めていない場合に補充する規定が本条であるおいあはいあのさ俺の財産頼むなあ代理ってことですようん頼むなうん分かりましたあいちだ 代理権はあるけど俺何できんだろうと一号保存行為価値を維持する行為です価値を維持する行為二号ちょっとまずカッコを飛ばすよ読んでみて 利用改良、利用改良。おー、帰ってきた。やってきました。お、い、あのさん一千万どうなった？あ、あの一千万ですよ。根本商事の株式になりました。何言ってるまえ？もさけのまえ？何て書いてます？丸二番。これがポイント。性質を変えない、性質を変えない、性質を変えるとさすがに本人起こる。性質を変えなければオッケー。 性質を変えなければオッケー。で、下の方に具体例がありますが、これも参考程度です。これはもう参考程度。どういうのがそれに当たるのかを見たければ、どうぞというレベルと思ってください。 で、後のところは、まあ、ご自身でいけるところが多いと思います、ちょっとパラパラめくっていきまして、48ページのほうまで,で。48ページのところにね、表見代理とっていうのがありますが、まず先に言います、表見代理はこの試験、出てないんです。 トーとかでは多く出るんですが表現代理で出たのは実はえっと平成18年ぐらいなんですよトーとかでは細かく出ますでもこれって突っ込んでも本試験で全く出やしないんですねなのでこのあたりは後回しにするっていう手は全然ありですトーとかで出てきたタイミングでその論点を抑えるで構いませんやればやるほど結構はまるとこです で、表現代理のところがね、48から、十八から、えっとね、53から、53まで、48から53まで、48ページから53ページまで。でただね、ただ、52ページの111条は違うから、52ページの111条は違うから、ここはちゃんとやってね。52ページの111条は違うから、ここはちゃんとやってね。 で、54ページからはいわゆる無権代理の論点になりますで。この辺りもご自身できると思いますが1点やらせてください 57, 57ページの一番下の表事例と処理方法。 事例と処理方法、ここを説明させてください。はい、ちょっと待ってくださいね。五十えっとこ,こだ、一緒。はい。やっていきます。えっと A が, A がいて A がいて無限大の B がいて勝手に売りました。 もちろん効果帰属しませんでこのあと A がこっちにも打ったんですその後に A がこの行為を認めました基本追認があった2人が処分して追認があった場合は一体にしてくださいこの2人を一体にしてください 本人も無権代理も本人も無権代理も処理をしていたと本人も無権代理も処分をしていたといった場合はこれ追認によって一体追認によって一体化したと思ってください。ってなればもうあとは簡単ですよね。 結局これっていうのは A B を軸とした A と B を基準とした C と D への二重譲渡という処理なんです。で実はねこの処理をしないケースもあるんだけどすっごいイレギュラーなケースなんです。なんでこの右のところをねやると逆にハマえっと 左がボケてしまいますのでちょっと右の方は括弧にしてしまって左の処理を覚えておいて左の処理を覚えておいて両方が両方が処分していた場合は一人として扱うんだという扱いね。よしじゃあ58までいってください。 図表62条の要件左が無権代理右が相手方117条を訴訟をする濃い過失の主張がいるか右側無権代理の責任の性質は無過失責任この無過失責任のニュアンス大丈夫でしょうかこれは相手に落ち度があろうがなかろうが責任が発生する。 相手に落ち度があろうがなかろうがです。自分が無返失じゃないかね。自分が無返失だったらじゃないかね。相手の返失があろうがなかろうがです。相手の返失があろうがなかろうが責任追及ができる。これが無返失責任です。 っっててこことでこの意図ががかかいれば下段が分かるはず。相手がか濃い過失があろうがなかろうが責任追及であればその下相手が無権代理の濃い過失を立証することこれいるわけないよね。過失があるかないかとは責任追及できるのからこれが無過失責任って意味だからね。 はい、よろしいでしょうかねではこれぐらいにしましてじゃこの右のページ図表59ページ図表64本人無権代理相手といて相手左側117条責任が追及できますできること2つかける117条履行と損害賠償 履行または損害賠償が言えるのね117条、履行または損害賠償ね。一方、左上、本人に対して、表権代理による履行請求。 実は表代理も成立し、表権代理も成立していたんです。表権代理も成立していたんです。117条、表権代理、両方が成立していたって事案なんです。右3つ論点があります。1個目、表権代理の要件を満たした場合。 自動的に本人に降下帰属するか結論見てください自動的にはなりません選択したらなるんです選択したらなるんですその下無権代理と表権代理の選択権は誰にあるか この2つは誰の保護の規定。これは相手の保護だよね。相手の保護だから相手方にあります。これよく言われるんです。これ選べなくてもいいじゃん別にと。だってあの表権代理の方がこうかけくんだから表現代理でいいじゃんと。って思うところだけど、なんで選べるかだけ言っときます。訴訟で勝ちやすい方を選ぶの。 訴訟で勝ちやすい方を選ぶの。あのね、どっち転んでも全員昔が必要なんですよ。どっち転んでも全員昔がいるんです。勝ちやすい方を選んでください。勝ちやすい方が選べると。自動的ではない。勝ちやすい方を選べばいい。 で最後に一番下の段をこれでやりますので聞いててください。えっ、ー、と本人、無権代理相手、本人、無権代理相手。お前1 7条だこの、1 7条だ、そんな場所しろ。あさあ、無権代理成立してるんだろ。おお、それがないか。割り、向こう行けや。あっちも行ってくれ。こいつが選択できるかってことです。 お前のの逃げ手の制度じゃないと。いうことで見てやって,言ってま番た。無権代理が表権代理の成立を理由に自己の責任を免れるこれはできない選べるのはお前の方じゃないお前の言い訳の手段じゃないと。 誰ののための制度かかってことが分かればいけるはずですではすいません今日は60ページまで行かしてくださいえっとこの表ちょっと左側を立てみましょう「無権代理」イメージ「本人代理権なし代理が相手に売却しちゃった」 下効果本人に効果不規則下本人の追いの可否無権代理は本人の追いによって訴求的に有効になるでその下本人無権代理がえ本人が無権代理を相続した場合無権代理相続って論ってねこの場合本人は拒絶ができる代理が死にました本人が相続しました被害者だから拒絶ができるよねで、 ちょっと下に行く前に、先右見て、さっきに右見て、右見て、右見て。他人物売買、えー。ある方がいて、売り主がいて、売っちゃいました。人のものを売っちゃいました。で、まずこの事案の違いを言いましょう。左側は、権命があるケースです。権命があったら無権代理。一方、右、自分のものとして売ったら他人物売買。もう一回ね。 A 代理人 B です。代理権がないのに懸命して売れば無権代理。代理権もないのに代理権もないのに懸命して売れば無権代理。一方右これは自分のものだと言って売ってしまえば他人物売買。ここまでかな。A 代理人 B ですと頼まれてもないのに売るケースこれは俺のものはと売るのが他人物売買。 よろしいでしょうかねやってることは大差ないやってることは大差ないだから上三段結論同じです実は他人物売買は条文ないんです他人物売買についてあのルールを処理する条文がないんですやってることは無限大と変わらないってことで処理が三つ同じになってます確認してください でね、一番下だけ違うからこれ注意一番下が違うからこれ注意ですえっとね一番下どういう話かというのをまず画面の方に出してからいきましょうまずこれね他人物の方からいきますえっとねうまく書いてあって、ね、えっとね一番下はこういうじゃん売った後に、 所有権がもらったと売った後に所有権がやってきた事案なんです他人物売買が先何らかの理由で所有権取得他人物売買が先何らかの理由で所有権取得これで自分物売買になるよね 結論を見てください所有権は売り主を経由し何らの意思表示を要せずに直ちに関心帰属することになるすぐに所有権は来ますよってことね一方 今度左行くよ早いかな同じように売りましたで、何らかの理由で所有権が来ました何らかの理由で所有権が来ました 結論を読み上げましょう当該無権代理人は民法117条の裁めのところに従い相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負うあのね早いか担任物売買ね所有権が来るのね担任物じゃなくなるのね もね他人物売買ね所有権くんのね他人物なくなるのね無権代理ね所有権くんのね無権代理のままね所有権が来ただけ代理権が来たわけじゃない所有権が来ただけ代理権が来たわけじゃない所有権が来ただけ代理権が来たわけじゃない無権代理であるのは変わらない無権代理であることは変わらない。 所有権が来ただけ代理権が来たわけじゃない無権代理であることは変わらないなんで無権代理である点は変わらないんで。 あとは117条で、履行請求するもよし、損害賠償を請求するもよしってことなのね。よろしいでしょうか。ということで、これぐらいにいたしまして、あと1点、ごめんなさい、指摘するの忘れた。えっと、前のページ、59ページの一番下の表、こちら、ハイレベルにしておいてください。59ページ、一番下の表は、ハイレベルにしておいてください。相手のある単独行為と無権代理、ハイレベルにしておいてください。 はい、といとうことでここまでいたしましょう。ちょっと毎回少し10分程度、10分近くは伸びるかもしれません。ごえー、お許しください、えー。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。